はい、NXT ですね。久しぶりに見ましたけれども、昨年の12月20日、16日付ですね。16日付で、トニー・ストーム、これ勝ちましたけれども、トニー・ストームはジャーマン・スープレックス・ホールドもあるみたいですね。この人は下半身が結構しっかりしてるかなと思います。年末、堀内恭司君勝ったみたいですけれども。